南軍での戦は曹操率いる魏軍の勝利に終わった。しかし敵将の必死の抗戦により劉備を討つには至らなかった。劉備は南軍の死地を逃れ、劉璋が治める益州破食に入る。そこで劉備は大々的に反曹を唱え、天下に残る勢力を急合する。これに清涼の馬長、関水および南中の毛閣らが呼応。さらには劉璋までもが劉備の下で葬儀と戦う姿勢を示した。南軍での戦いから一月、韓曹の連合は白帝城に集結する。恐るべきは人心をつかみ束ねる劉備の力。曹操は目指す世のため、持てる力のすべてを白帝城へと向ける。曹丕、夏侯惇、夏侯淵らも決戦の意気に長ける。今こそすべての決着の時、新たなる時代開くのは誰か。乱世の先を築くのはこの曹孟徳よ。大したもんです。この間まで逃げ回ってたとは思えない見事な布陣だ。天下に残る韓曹魏の勢力が全て劉備のもとに集ったという、ならばこその陣容だろう。いやー、しかし最後に残ってるのが袁紹でも孫権でもなく、あの劉備とはね。何かつうと逃げてばっかのやつが。まあ、はじめはこちらも董卓から逃げるようなありさまだったかな。なあ、毛徳。懐かしいな。だが、ここに至って天下の力はこのわしと劉備とに集まった。ならば今英雄と呼ぶに足るのは奴とわしのみ。その雌雄を決するのだ。お前たちにも死力を尽くしてもらうぞ。無論だ。父よ、国元です。この戦で乱世が終わるのですね。おめでとうございます。
少し気が早かったでしょうか。戦が終わったらもう一度言わせてください。この戦が終われば乱世は終わります。少しは穏やかに過ごせるでしょうか。いえ、それからが忙しいでしょうね。連日の宴が待っているはずですから。敵がどんだけいようが関係ありやせん。わしが片っ端から吹っ飛ばしてやります。さあ見ててください、悪雷天衣、これが最後の大暴れでさ。敵陣には見たこともねえ奴らまでいます。よっぽど殿の天下が困るんでしょうな。まあ奴らの都合なんざ関係ありませんや。俺も今回は本気の本気で行きますぜ。劉備との雌雄を決する戦か。ならば俺も奴と決着をつけねばなるまい。関羽、貴様だけはこの俺が倒す。敵は劉備をいただいた連合、すなわちこの天下で葬儀に組みせぬ者ら。分かりやすくてよかろう。この戦に勝てば我が覇道はなる。しかんよ。はっ。この一戦で戦の世は終わる。その先に待つのはまた新たなる戦いだ。力での戦から断りで勝利する戦いへ。それはお主ら次の世代のものとなろう。ならば次越えて行きましょう。それが私からの最大の功と心得ます。まさかお主の口からこうとはな。頼んだぞ士官。今我らは乱世を超える。皆持てる力の全てで勝利をつかむのだ。劉備を倒し乱世に終止を打つ。葬儀の英傑たちよ、今こそ死力を尽くす時ぞ。今の我は天下最後の砦、必ずや曹操を討ち、この覇道をくじくな。劉備、その大器もはや侮るまいぞ。わしの全てを落とし貴様を討つ。炎の手で貴戦を制します。さあ火を放ってください。この程度の炎を恐れることはない。家計部隊を束ねる者を探し撃破せよ。炎を呼び火の矢を放ちます。勝負頼みました。素晴らしきお働き。我が知略だけでは挽回できた。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。
策を講じる。すまなかった、あとは任せた。だが波動の前に滅びよ。無理、これで勝ったと思うなよ。敵将討ち取ったり。狙うは敵本陣の壊滅。みな、この長州竜と共に駆けよう。波動の降り口を叶えよう。収まったようだな。覚悟、白星城に向け進軍を開始せよ。
勢い誰にも止められますまい。あら、危険の垣根のない方がいますか。目障りですから消えていただけませんか。くだらない挑発だね。おしゃべりはいいからかかってきなよ。お前たちの勝手にはさせない。拙者が止めてみせる。意外と時間がかかってしまった。まだやるべきことは山積みだ。燃え尽きちまったよ。あんた、すまないね。打撃の殿方に寄り添うあなたなどに、我が君の邪魔はさせませんわ。物言い、不君の影響でしょうか。そのようなもの、負けるわけには参りません。もっと、孔明様の波動を示す。容赦はせぬ。
兄者、申しは結構ざらぬ。敵将討ち取ったり。あとは白天井を落とし劉備を撃てばよし。我が覇道、勇気は目前か。あなたたちは通しません。これでも食らってください。頼もしいですわ。
しいな。なんだか力が入らない。全ては乱世の先、神の世のため。いざ竜玄徳、この刃に全てを託す。素晴らしきお働き。そうそう、狙いは私であろう。あらば勝負だ。曹操、乱世にあまた輝いた星、わしの他に残ったのはお主のみだ。何か言いたいこともあろう、わしに聞かせよ。民を休んじてくれ。ただそのために乱世に立ったというのか。ただそれだけを願い戦ってきたというのか。しかと聞いたぞ、劉備よ。最後の英雄は倒れ、今ここに乱世は終わった。勝ち時をあげよう。新たな時代の到来、天下に知らしめるのだ。流浪の英雄劉備は白帝城に散った。彼に従った者の多くは戦場に倒れ、生き延びた者は曹操に下った。曹操はそのままもはや抗う者もいない各地を平定。ついにその覇道のもと、天下のすべてを一つとした。帝は大いに喜ぶと、彼に王の位を授けようとする。しかし曹操はこれを誇示、さらには自らの官位のすべてを返上する。これからの時代は誰もが新たな断りのもとに進んでいく時代。そこに覇道の王は不要、曹操はそう確信していた。人は時代を作り、時代は歴史の中へと刻まれてゆく。宋孟徳という男はまさに時代を切り開く力そのものであった。そして今、新たな時代が始まる。乱世は去った。いや、わしらの力で超えたのだ。大地も民もゆっくりと時をかけて豊かさを取り戻すか。はあ、これよりの戦、天下に断りを敷く道は次の世代が立派にやりおうせよ。人の生は短く儚い、ならばこそ
時には歌い笑い、その悲しみを注がねばならん。そしてまた前へ進む。そこに戦があるならば、刃を掲げかけることもあろう。おお、人の世のなんと鮮やかなことか。これこそがわしが掴んだ明日よ。はっ！